本日が9月6日月曜日、ただいまのお時間は、はい、午後8時を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の相澤です。よろしくお願いします。さてさて、はい、9月に入っても全然暑さが引かないですけれども、ね、どうなってるんですか。どうなってるんですか。これは今年のキャラメルボックスのように暑い。おそういう返しもできるようになったもんね。あ、よかったよかった。おじさん安心しました。はい、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあこれからもどんどん降っていくんで、なんかいい返しを、まあ、そこはね、あまりちょっといいですか。そんな今日は何からお伝えするかと言いますと、はい、こちら、成井豊の世界名作劇場、はい、シュタノド・ベルジュラック、こちらの空席情報からいきたいと思います。はい、まずは日程から。東京公演は9月29日水曜日から10月10日日曜日まで、はい、俳優座劇場で行われます。こちらは今どんな状況でしょうか。はい、はい、東京公演の方はですね、はい、まず予約が締め切っているところがございます。はい、土曜日日曜日ですね、はい、10月2日土曜日14時の回、はい、19時の回、はい、それから10月3日日曜日14時の回、はい、それから10月9日土曜日14時の回、はい、19時の回、はい、それから千秋楽10月10日日曜日14時の回、こちらはもう前日予約のみとなっておりますので、ということは今土日に関しては予約を受けたまわれないということですか。はい、はい、そうですね、はい、なので公演日の前の日にですね、ちょっと早めにかけていただくという感じになっております。なるほど、はい、ではその他の日はどうなってますでしょうか。はい、あとはですね、初日9月29日水曜日と、はい、それから金曜日ですね、10月1日の金曜日と8日金曜日がですね、うん、こちらもかなり少なくなってきておりまして、はい、結構かなりいただいておりますので、こちら残り2桁じゃないですか。そうですね、なのでお早めにご予約、予約自体はまだ受けたまっておりますので、はい、キャンセル待ちではなくて、はい、そうですね、はい、はい、なのでお早めにお願いいたします。あとは10月8日もそうですね、8日の金曜日、はい、じゃあそこを、はい、少しかないという方はお早めにということで、よろしくお願いします。はい、平日はまだまだ大丈夫ですので、はいはい、特におすすめはどこですか。はい、おすすめはですね、10月4日月曜日19時の回、はい、それから10月5日火曜日19時の回、はい、こちらでした。今回休演日がないので月曜日も公演やりますので、よくね、そういう時の月曜日はね、あれなかなかね、勘違いされているかもしれない。だから月曜日やってますので、はい、もしよろしかったらそちらもよろしくお願いします。続きまして、神戸公演です。はい、神戸公演は10月14日木曜日から17日日曜日まで、新神戸オリエンタル劇場で行われます。はい、こちらはどんな状況ですか。はい、こちらはですね、はい、全日程まだご予約いただけるんですけれども、うん、千秋楽10月17日日曜日の14時の回、こちらがですね、はい、キャラメルボックスでご予約いただく分に関しましては、はい、S 指定席がちょっともう終了しておりますので、なるほど、A 指定席のみのご案内となりますが、はい、もしかしたら他の、プレイガイドさんの方で若干 S 席もあるかもしれませんので、はい、ちょっとここは今、はい、ここは分かんないんですけれども、もしよろしければ分かりました、ところでお調べいただいてという感じですかね。はい、その他の日はいつでも、はい、まだ、はい、大丈夫です。土曜日も大丈夫、はい、ということですね。はい、じゃあ、神戸方面の皆様、はい、龍馬が終わったばかりで申し訳ないですけども、どうぞシュタノド・ベルジュラックもよろしくお願いします。はい、続きましてこちら、演劇集団キャラメルボックス 25th4 クリスマスツアー、サンタクロースが歌ってくれた、こちらがですね、まず大阪公演からあります。大阪公演は10月30日土曜日から11月7日日曜日まで、4化粧品シアターブラバで行われます。はい、こちらは今どんな状況でしょうか。はい、先週 ね、ものすごい勢いで予約のお電話が鳴ったという話をしたんですけども、はい、その1週間でどうなりましたでしょうか。はい、まずですね、はい、こちらも予約を締め切っているお日にちがですね、うん、10月の31日日曜日の14時の回、はい、それから千秋楽11月7日日曜日14時の回は、うん、前日予約のみになっておりますので、今のところ予約は一旦締め切らせていただいております。なるほど、はいはい、あとはですね、A 席のみのご案内になっているのが、はい、11月3日の祝日ですね、こちら14時の回と、はい、11月の6日土曜日の14時の回ですね、はい、こちらは A 指定席のみのご案内となります。なるほど、あと S 席がわずかというステージが10月30日土曜日19時の回と、初日ですね、初日ですね、はい、それから11月6日土曜日の19時の回ですね。もう込み込みじゃないですか。そうです。じゃあその隙間を縫って一番おすすめと言えるのはどこでしょうか。おすすめは、はい、平日でしたらまだまだ大丈夫です。大丈夫、まあ、3日だけなんですけれども、すごいですね、はい、どこの1100以上入る劇場なんですけれどもね。じゃあ皆さんちょっとすごい勢いで予約が入っておりますので、はい、お早めによろしくお願いいたします。はい、ぜひお願いします。はい、続きまして北九州公演です。北九州公演は
11月13日土曜日、14日日曜日、北九州芸術劇場大ホールで行われます、はい、こちらの前売り返しは9月12日日曜日午前10時からとなっております。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして次に東京公演です。最後は東京公演あります、はい、11月30日火曜日から12月25日土曜日まで池袋サンシャイン劇場で行われます。こちらの前売り返しは9月19日日曜日午前10時からとなっております。はい、で、はい、これね、北九州公演が終わるのが11月14日でしょ。はい、で、東京公演始まるの11月30日なんですよ。はい、すごい開くじゃないですか。あ、この間何をするかと言いますと、何を、ガチャッ、出ました。サンタクロースが歌ってくれた、はい、ペンデイズリミテッドバージョン、はい、こちらはですね、さっき言ったサンタとアナザーキャストバージョンといって、はい、全員役者が違います。違う、一人も同じ人が被ってない、はい、全く別の、はい、で稽古も全く別であるのでそうですね、多分ね、僕こっち出るんですよ、テンデイズリミテッドバージョン、はい、だからね、こっちの稽古見られないと思うんですよ、ね、あ、いろいろ僕白野もやったりしてるんで、あ、そうですね、そうだからね、全然違う芝居になってたらどうしようと思いながらね、でもそれもまたちょっと楽しみです ね、 ね、はい、はい、じゃあこちらの日程をお伝えします。はい、こちらはですね、11月18日木曜日から28日日曜日まで、はい、池袋サンシャイン劇場で行われます。はい、こちらの前売り貸しも9月19日日曜日午前10時からとなっております。はい、これ大体ホームページ上で加藤さんがね、こう大体男の役者は口走っちゃったんで、あ、大体男5人しかね、あ、それ大体わかると思う、出ちゃった。女性陣がね、はい、これ難しいんじゃないかと、あ、どういう配役になるか、どうなるのか、そうそうそう、はいはい、どういう風になってるのか ね、 そうですね、そこも面白いですね、はい、こう比べたりとか。で、はい、こちらは申し訳ないんですけども、東京公演のみとなっておりますので、東京以外のお客様は申し訳ありませんけれども、はい、ちょっとこう来ていただくかね、そうですね、参加していただければ、ね、ありがたいなと思っております。はい、こちらもどうぞよろしくお願いします。稽古が始まってるんですよ。はい、ぜひそのお話を、もう2週目に突入ですよ。はい、早いですね。早いですね。昨日お休みがあって、はい、今日からやってるんですけれどもね、はい、もうとにかくね、これね、僕やっぱ一抹の不安がありまして、はい、やっぱペリクリーズやってますから、はいはい、難しいんですよね、やっぱその言葉が古いですから、はいはい、どうやって伝えたらいいのかなと思ったんですけど、はい、まあ、ペリクリーズやってみても思ったんですけど、やっぱりその言葉は難しくても、うん、気持ちはね、普遍的なものがあって、うん、それを伝えられたらいいなと思ってて、はい、で今日の稽古見てたら、はい、やっぱり、ね、安倍ジョージが、ね、いいですね、すごい気持ちをガンガンぶつけてきているので、はい、僕は面白いと思いますね。意外とね、はい、意外とって言っちゃ変かな、こういう話してる人はそうかもしれないですけど、うん、泣けるなと思って、うん、このお芝居が、はい、僕は今日稽古を見ていて、すごく素敵なラブストーリーです、はいはい、安倍ジョージに感情移入できればできるほど、うん、すごく泣けるお話になってるんじゃないかなと僕は思っていますので、はい、まだちょっとなんか龍馬終わってね、一息ついて、はい、まだお芝居見る気にならないわっていう方もですね、うん、東京公演も あっという間に終わってしまいますの です、ね、はい、ご予約受けたまれない日もありますので、うん、はい、なるべくその暇を見つけてね、に来ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、そんな感じで、はい、明日からもまたガンガン稽古していきたいと思いますけれども、はい、はい、ここからはキャラメルボックスBVをご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、さてさて、はい、白野の稽古が始まっておりますけれども、はい、早いですね、早いですね、もう9月ですよ、暑いですけど、暑いですね、暑いですけど、暑い、本当暑いね、なんかね、もうスーパー残暑、何でもスーパー猛暑、もうスーパー猛暑、何でもスーパーつければいいと思ってね僕なんかね、こうあれですよ、これもう靴はこんなんですよ、これ魚山、魚山、あ、よく知ってる、持ってます、持ってる、これいいよね、滑らない、滑らないんですよ、これ皆さん、別に回しもんじゃないんですけどこれね、1個でつながっててがっしりしててすごくいい、はあ、濡れてもこうつるっとなんない、ね、そうなのね、はあ、でこれ痛くない、ここ、あ、ちょっと硬めなんですよね、慣れるまでね、はいはい、足が慣れるまで結構痛いんですけど、はい、これおすすめです、はい、僕青が、私赤です、ね、赤真っ赤、情熱の赤、うん、まあそうですね、僕涼しげに青、はい、あ、青です、ね、その話はとてもいいんだよまあ魚さんもアピールしてこれからゴーゴー行くと思う、ゴーゴー行きます、ちょっとこのダサかっこいいぐらいがね、あ、そうです、いいよね、そんな感じで、はい、夏の朝のこと言っててもしょうがないんですけど、はい、そうですね、今平野やってて、はい、僕はこの、龍馬 の本番が終わってから、はい、ほぼ休みなくそのまま、次の日がお片付けがあって、はい、その次の日に反省会というね、はい、その
前の公演の反省をして、うん、次の日も読み合わせだったんで、はい、ほぼ休みなく行ってるんですけれども、はい、その龍馬から出てるメンバー結構いるんですよ。阿部丈二、ね、はい、川内さん、田中さん、はい、石原さん、僕、そんぐらいか、はい、これがね連続で当番でね。そうですよ、ね、で出てなかった人なんですけど、で多田直人と小田直樹は、はい、明治座で、そうですね、その同じ日程で、はい、だから全く関わってなかったのが小林千恵と梶本大輝、稲野アナ、で林孝子と森めぐみはこの龍馬にスタッフでついてたんで、そうですね、ずっと一緒にいるから、はい、はい、まあ、梶本と小林千恵とかなんですよね、はい、久しぶりにこう、そう絡んでみたね、はい、はい、ね、あ、みんな結構ね喋るので、その、はい、たまにねその久々に帰ってきても、はい、舞台上で会話がないとかあるんですよ。ああ、はい、あ、そうですね、そうそう、見てるだけなんですけど、今回ね、はい、結構みんながみんなで喋るお芝居なので、まあ、白野が一番喋るのはもちろんですけど、うん、それで、ね、いっぱい大勢出てきて、はい、みんなでこう会話するっていうのがあるので、うん、結構楽しいですよ。うん、で久々に帰ってくると小田直樹がね、はい、どうにもこう侍芝居が抜けてないというかね、明治座のね、明治座が抜けきれてないこれちょっと問題ですね。問題ですよ、洋風なお芝居ですからそうですね、ちょっと小田田さん時代もなんかこう行ったり来たりになっちゃう。そう、多田直人はね、時代劇やってた割にはね、スッとこう切り替えて、切り替えて、これ多田直人の役名出てないもんね、まだね、言ってないですよね、はいはい、じゃ言っちゃダメ、内緒でね、まあ、多田直人がどう変身するか、はい、面白いと思います。どういうところが抜けきれてないんですか、その仕草とか。仕草よりもね、こう調子ですよね。あ、セルフの調子が時代劇っぽいというかね、はいはい、へ、ね、そういうのをこう無意識に多分ずっとやってたからかな、そうかもしれないですね。 あとね、まあ、これって言うと思うんですけど、まあ、とりあえず盾があるんですよ。盾というか、はい、なんて言ったらいいんだろう、この中世なんで、はい、剣が日本刀じゃないんですけど、はい、おただ盾できるんですけど、日本刀の盾ばっかやってるから、はい、ちょっと日本刀っぽいんですよね。やっぱりそこもちょっと動きが、はい、それもだから本番でどうなってるか皆様に見ていただければ嬉しいなと思いますけれども、はい、はい、面白いですよ。で龍馬はね、こう現代劇で、はい、まあ、ちょっとその架空の龍馬が出てくるからファンタジックなところあるんですけど、はい、このシラ&ベルジュラックは僕たちが経験してない、はい、その時代の世界なんで、はい、まずねその本をどう整理させるかっていうのがね結構難儀というか、また国も違う、うん、そう、何がリアルで、はい、でもリアルじゃない部分もお芝居には当然あって、うん、あ、はい、それをどうお客様が面白く見れるか、そんなのありえないよと思っても面白ければいいんですよ、お芝居は、うんうん、だからそんなのないと思ってさらになんか引いちゃうとお芝居はこう離れていっちゃうので、はいはい、特にこういうお芝居は本当に難しくて、お客様が見ていて、うん、なんか全然別世界の話でいいんですけど、うん、見ていてその興味がそがれちゃうと本当にもう帰ってこれなくなっちゃうので、 あまりこう遠くになりすぎない、そう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 、だからその距離感ですね、舞台と客席の距離感っていうか、それを作るのがこれからの課題かなと、うん、まあ、今はセリフを覚えて動きをやってっていう時代、うん、時間なので、はい、なかなかそこまで気を配れないんですけれども、ある程度固まってきたらそういう作業をしていかないと、うん、あ、なるほど、なんか真面目なこと言っちゃいました、僕真面目勉強になりました、ね、じゃあまあそんな感じでやっていきますので、はい、どういうふうに仕上がっていくのか、どう変わっていくのかも、はい、ぜひぜひ劇場に来てお確かめください、はい、それでは皆さん、はい、さようなら、さようなら。